国道469号起点静岡県御殿場市、二杉交差点国道469号は、静岡県御殿場市から、山梨県南駒郡南部町に至る、一般国道である。富士宮市ゆずや地区から望む富士山静岡県東部に、位置する御殿場市の旧国道138号、別名、箱根浦街道分岐である、二杉交差点から、 富士山南独で足高山との安部に位置する十里木高原を経て西へ向かい、山梨県西南部の駒群南部町の国道52号交点である、新万沢京北詰め交差点とを結ぶ、延長約6 0トルの一般国道の路線で、主な通過地は、静岡県裾野市、須山、富士鹿崎、大淵、富士宮市北山、下稲子である。全体的に、 富士山の南陸を東西に結ぶ路線で、富士南陸道路とも呼ばれている。富士宮市内を南北に走る富士宮道路と、北山インターチェンジで結ばれている。沿道に、陸上自衛隊東富士演習場や、日蓮昌州の寺院で桜の名所としても知られる、大石寺がある。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。 静岡県裾野市、津山平日24時間交通量協力区間の桜峠付近8メートル以上車両の通行不可、案内静岡県富士宮市下湯の静岡県、御殿場市、二杉の二杉交差点で、静岡県道418号から分かれ、南に進む。御殿場市川島田野原里小学校近くで進路を、西南に変え、 陸上自衛隊のいたずま駐屯地を左に見た後、裾野市に入る。裾野市に入ってすぐは、両側が東富士演習場になっており、広大な景色が広がる。裾野市、須山の須山小学校近くで今度は進路を北西に変え、富士サファイリパークの南側を通って、富士市に入る。富士山子供の国を抜けるとしばらく西方向に進み、富士宮市に入る。 富士宮市村山から南西方向に同志族層から北西方向に進み、富士宮市北山の北山インターチェンジで国道139号と立体交差して大石寺の境内地を抜けた後、上野中学校の近くで進路を南西に変え、芝川に沿う。国道139号との交差静岡県富士宮市北山やがて富士宮市に入り移動し、 大石角炉で震度を北西に変え、芝川を渡った後、桜峠を越えて、同市、上稲子に出る。上稲子からは、稲子側に沿って、南に走り、稲子駅付近からは震度西に変え後は、富士川に沿う。県境を越えて、山梨県南駒郡南部町に入ると、豊島駅の近くで富士川を渡って南部町万沢で、国道52号に合流する。静岡県富士市。 かざき、ありがとうございます。